BCS 賞は一般社団法人日本建設業連合会により日本国内の優秀な建築作品に与えられる賞。BCS は建築業協会の略、受賞記念プレート賞は35年に建築業協会の初代理事長であった竹中東江門の発意により創設されたもので、優秀な建築物を作るためには設計のみならず建築主の理解や 思行者の思考技術も重要であるとの理念に基づく賞である。日本国内において建築された建築物で教養開始後1年を経過したものを選考対象に学者、ゼネコン等からなる選考委員が受賞作品を選定する。毎年10から20件が選定されており、令和元年第60回までの受賞作品の総数は958件に上る。 建築に関わる国内外の幾多の省の中にあって、BCS 省は以下の点で独自性を有する省である。選考対象、種類、規模に関わらず、国内において建築された建築物で、供用開始後1年以上を経過した建物が応募できる。選考基準、建築の事業企画、計画、設計、思考、環境及び建築物の運用。 維持管理等に関する総合評価を胸とする、表彰対象、建築主、設計者、施行者の三者を表彰する。これは、建築物が社会的価値のあるものとして作られ、長く使われ続けるには、都市形成や地域環境づくりに理解を示す、建築主、設計者の豊かな創造力、高い技術の施行者の三者の総合力が必要であるという思想に基づく。 勝敗特別賞、固有の課題に対する取り組みで特に優れている。建築物を特別賞として表彰している。作品集、各界の受賞作品を紹介するため、は、A 両文兵器の BCS 賞作品集を編纂し、我が国の代表的建築物として広く紹介している。表彰状は、受賞作品の建築手、設計者、思考者の三者に贈られる。さらに、 建築主には表彰パネルが、設計者、施向者には、勝敗が送られており、受賞した建物の多くに、プレートが取り付けられている。2011年4月1日に建築業協会が、日本建設業団体連合会、日本土木工業協会と合併し、日本建設業連合会が発足したが、省の名称と表彰活動を引き継いでいる。また、2019年10月には、 日本建設業連合会は新たな表彰制度、日建連表彰を創設した。これは土木分野の土木賞、建築分野の BCS 賞から構成され、これに伴い第61回 BCS 賞からは表彰式は土木賞と合同で行われる。このような経緯の下にあって BCS 賞の理念と独自性は変わることなく継承されている。純不動。 建築物の名称は受賞当時のもの。行政機関、司法東京都庁舎博物館、美術館国立新美術館墨田、北斎美術館教育機関、龍谷大学深草キャンパス和川館東京工業、大学附属図書館、ホールコンベンションセンタースポーツ施設両国国技館、商業、業務施設東京ミッドタウン、日本橋東海ビル、横浜ランドマークタワーグランフロント、 大阪宿泊施設、病院電波等、マスコミフジテレビ湾岸ンンスタジオその他平常 OK、須作門、ありがとうございます。